友達ってのはね、お互い必要な時だけ利用すればいいんだよ。ブス。友達の男とやるなんて最低だよ。友達だから借りたんじゃん。話を聞け。お前の体はな。私死ぬの。私が弱ってるとこ見に来たわけだ。そんなつもりで来ないよ。リナちゃんの病気のこと知って今度私の番だって思ったの。お姉ちゃん、お友達になってくれる？友達なんて大したもんじゃないよ。やっぱ病院ってのは嫌だね。暗いし臭いし。私陽介とやったわよ。帰れっつってんだろ。私のことなんか誰も必要としてない。生きてたって意味ないよ。リナちゃん、死なないで。私もリナちゃんと同じ痛みを味わう。信じていいんだよね。